僕の絵は3つの事柄が重なってできている。それは時間と行為と物質である。時間とは制作に費やした時間であり、行為というのは描く、削る、掘る、貼るなどのアクションを示す。物質とは絵の具をはじめとした様々なものを指す。そこに置くという行為が足されれば、僕の絵画の成り立ち方はある程度説明がつくだろう。置くというのは頭の中のイメージやモチーフを画面のどこに置くのか、色彩をどこに置くのか、出来上がった作品そのものをどこに置くのか、これを決定して実行していくことがペインターのするべきことだと思う。僕はそれを毎日毎日繰り返し行っている。セル絵画と命名したシリーズがありまして、これは描くっていうことと同時に1回につき1回その日に描いた時に1回につき4分間ヤスリで角をどんどん削っていくっていうことを繰り返した作品です。まあ描いて絵がどんどん仕上がっていったり、描いた日にちがどんどん増えていくことに、まあ、角がどんどん削れて作品の画面そのものがどんどん小さく痩せていくっていうコンセプトの作品です。まあ、これも描いた際の時間軸とか絵の具の物質の重なりみたいなものをより強調するような感じで、まあ、作品を作っていっています。スランプペインティングっていう、まあ、僕が命名したシリーズがあって、これは絵を描くっていう行為と同時にそのパレットに残った絵の具を水で薄めて画面にぶちまけるっていう行為を同時に、まあ、描き出すっていうことと、まあ、余った絵の具で破壊するっていうことを繰り返している作品で、見る人がそのぶちまけている絵の具の方に注目するか、描いたものに注目するかで見え方がどんどん変わってくる作品のシリーズです。
下まで乾かします。イメージを置くっていう作品があって、これは僕の普段持ち歩いてる、まあ、落書き帳みたいなのがあって、ここに書かれた落書きを、プラ板っていう子供でもよく使うような材料で、一つ一つ書き出したものになります。でそのプラ板に、裏側にマグネットを貼って、鉄の指示体を、まあ、このマグネットで追いつくすっていう作品なんですけど、まあ、これがなんかその作家のイメージで物を覆うっていうことだったり、その覆われたものが、作家の頭の中を、お客さんに見せてるようなそんな感じで表現できないかなと思って作ったのがこのシリーズです。これは、僕の仕事 の、 あの子ども教室とか、まあ、子ども教室というのは子どもの工作教室なんですけど、とかあと僕が普段作ってる作品とか、まあ、アルバイトに行ったりとかそういったところで出た廃材を、積み重ねている作品で、まあ、この物質を積み重ねるっていうのは絵の性質なら、まあ、なんていうか、この作品も物質を積み重ねている。しかも思い入れのあるものをどんどんこう重ねているっていう意味で、僕の中では絵と一緒かなと思って作った作品群、まあ、これが日々っていう作品になります。
日々を重ね、思考を重ね、年月を重ねる。そのことに意味を見出すのは危険だとある人は言っていた。いつでも新しい気持ちで、経験に頼るべきではないと。でも僕には今のところ重ねることしかできない。こうやって書いてみると、随分と単調なことを毎日繰り返していることに気づく。その繰り返しの成果物として作品ができる。出来上がった作品はどこかで発表されることもあるが、基本的には回転のつかない作品としてスタジオの壁際に重なっていく。そのようにして僕の日々も重なっていき、今年で僕も40歳になった。いろいろな生き方があるのだろう。でも僕の人生とはこういった単調な繰り返しがベースになって今まで積み重なってきた。もちろん先のことなどわからないけれど、ずっと描いていきたいと思ってはいる。こんなことをして何か意味があるのかとあなたは言うかもしれない。僕はこの問いに対してはっきり答えることができる。わからない。でも意味のあることって何だろうか。それもわからない。それでも積み重なっていく作品と日々。やや強引だが、これを僕の人生と呼ぶことにしてしまおう。